ゆっくりしたので。これ可愛いって言うようになったの訓練ですか。訓練いいあれじゃないですか。いい心がけじゃないですか。上からテンション上がりますか。テンション上がるんじゃないですか。やっぱり二宮さんにも珍しく今日はなんかいいですねって言われました。いつも喋らないのにやっぱテンション上がりますか。はい。どんな可愛いって言ってるの。言い過ぎたらまたあれですけど。何やねん。あ、違う。あ、そっか。女性がかっこいいを連発するのもなんかあれじゃないですか。あ、まあ、でもいいですか。嘘くさってなるよ、はい。かっこ悪い人にかっこいいって言ってたらそう、くさってなるけど。あそれと一緒ですよ。この人めっちゃでも俺多分可愛くない人にはかわいいって言えないんですよ。あちょっとあーってなる感じ、はい、あ、そうなんですよ。石ころさん皆さん早速ありがとうございます。マジかよ。あーすごい鳥。さっき見たけどすごいって騒がれるもんねと思った。あ、そうですか。めっちゃすごかった。はい、シーズン2です。違います。時刻は8時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。11月27日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、本日も私まなみんと山内が、はい、お届けします。代打でお届けします。はい、今日は代打の代打になるんでしょうかね。違うでいいんじゃないですかね。はい、はい、火曜日に久々に代打をやって、うん、はい、でその時に、まあ、小春ちゃんが金曜日はやりますよって言ったのを皆さん覚えていたようで、うんうん、昨日ちょっとなぜなぜなぜみたいなはいはい、はい、盛り上がりがあったんですよね、うん、ツイッターとかで。でそしたらしげるさんからも、今日は小春んじゃなかったっけって来てるんですよ、はいはいはい。まあ、小春ちゃんを楽しみにしてた方には大変申し訳ないんですが、うん、はい、今日は私と山内さんでお届けします。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、小春はよ、もう最近大変だからね、うん、そうですね、うん、だから遅めの勤労感謝の日。あ、そうですね、いいですね、みたいな感じで今日は休んでもらいましょう。はい、そうですね、はい、ゆっくりしてもらいましょう。はい、ですね、はい、最近変わったことありますか。最近変わったこと、うん、最近変わったこと、あ、もしかしたら太ったかなって思ってます。体重は測ってないんですけど。ああ、あーっていや、まさかの目に見えてわかりますか。うん、わかんないけど、はい、その辺まさかそう来るとは思わなくてなんか出来事を言うのかなと思ったらまさかのご自身のことだったんでちょっとびっくりしたんですけど。びっくりしましたか。はい、逆に山内さん何かあったんですか。僕ね、はい、今朝、はい、おねしょしましたこれ言っていいんですか。もう言おうと思った爆弾発言ですね、はい、しかもタイムリーですね。今朝の話なんです。今朝の話です。だからめっちゃ早起きだっけ。何かあったんですか。あー、何もないんだけどね。怖い夢とか見たんですか。夢も見てないです嘘やんって来たけど本当です。途中でもちろん止めましたけど、はい、気づいたんですか。気づきました。お、気づけたんですか。気づけました。嘘だろって言いました一応
昨日飲んだっていうのはあるんですけど、はい、あそこまでは飲んでないんですよ、はい、もうベロベロになるぐらいではないんですね、はい、通常ぐらい、はい、うんうんうん、まあいつも通りいつも通りみたいな感じで、そうそうそう、はい、だから飲みすぎではないんですよ、普通に飲んでたぐらいなんですけど、はい、しかもちゃんと寝る前にトイレも行ってるんですよ、はい、もしくもしてるのに、なのに、はい、なのに忘れもしない5時40分ですよすごい、もうこれはあれですね、ある意味記念に残る日ですね、はい、記念ですね、もうすぐシーツ洗ってあーなるほど、ちょっとどうしたんですかちょっとびっくりですね僕の話はもういいんですか、いやいやいや、こんなにすごいことがあったのに、したこんな時間に電話かかってくると思わなかった、ね、だから、はい、もうブルーですよ朝から、だから僕今日超早くてさ、はい、朝、あ、うん、もうそれで起きてもう目が覚めちゃった、もう目が覚めますよね、というか眠れないですよねもうびっくりですね、びちょ濡れだから、ね、すぐ本当にすぐこう、はい、あのなんだっけあれやって洗濯、うんうん、今干してますか、じゃ干してます、あ扇風機も当ててきました外だと怖いからね、むしろ私もびっくりしました、今の最近変わったことありますかでそんな話が出てくると思わなかった思わなかったでしょ、はい、だから自分で言うよりは、はい、振られた方がいいなと思って朝行ったんですよ、はい、オープニングでバラすんですね、変わったことあるかって俺が聞くから必ず聞き返してねって言ったじゃないですか、はい、まさかのでしたね、まさかのでしたね、はい、すごい出来事ですね、もうさ今日仕事できますか、頭大丈夫、大丈夫ですかもうびっくりよね、45で衝撃的ですよね、そう前はパッて止めたことがあるんですよ、はい、夢で、あ直前、そう夢で、はい、トイレ入ろうっつってトイレしそうになって、はい、いかんっつって止めて、わあ危ねえってなったことあるんですけど、はい、うんうんうん、今回もダメでした、ダメでした、濡れるまで気づかずあこの年になっても起こりうるんですね、起こりますね、はい、最近おねしょしたことありますか、もうないですね、本当のこと言ってください、いやだいぶまあないですよ本当ですか、じゃあなんかトイレの夢とか見ることはありますけど、はいはい、でもしないですよ、しない、はい、え本当、うんうんうん、そっか大丈夫です、だからアテント必要ですねってしげるさんから来てるんですけど、うん、もうこうなったら本気かなっていうぐらいですねちょっと本当に真剣に考えないといけない、うん、これがあと1回年内であれば、はい、そうします、うん、ご検討ください、ちゃんと皆さんに言います、はい、それも僕はもうそれも報告するんですか、それはもうやっていかんと、はい、プライベートがないですね、プライベ、まあこれぐらいはいいかなこれくらい本当に隠してるのはいっぱいありますけどねすごいですね、でもおねしょは隠さないんですね、おねしょぐらいはいいんじゃないですか、あ彼氏さんから来てます、はい、す逆にさまなみんが彼氏手隣で、はい、おねしょしたらどうするって、うん、あびっくりとともにちょっとでも心配ですよね、心配になる、はい、大丈夫かなっていう、この人大丈夫かな、はい、なんかまあ、飲みすぎてたらもう放置ですよ酔っ払いあんまり好きじゃないのでデイジ飲みすぎたわけじゃない、はいはい、酔っ払いあんまり好きじゃない散々僕の酔っ払ってる姿を見てそう言ってるんですかいや違いますいやなんか酔っ払って、はい、なんかなんだろう、たまにめっちゃうざがらみしてくる人いるじゃないですか俺やし、いや山内さんはそんなないですそんなない、はい、普段うざがらみだからな酔っ払わない時からなああっていう感じ、まあそこは置いといて、そうだね、はい、だからもうちょっとね衝撃でしたけど、はい、朝から疲れました、びっくりですね、びっくりです、はい、今日テーマおねしょですか、テーマ、お、テーマおねしょですか、またパンツですか、いや違いますよ、いや違いますよあそこに絡めてきたんですか、パンツ好きだよね、んそこに絡めてきたんですか、違いますどういうことですか、わざわざそのためにおねしょしないですよああうまいこと言ってます石黒さん、はい、朝起きて山内さんの気持ちはきっとおーにょう絶好調ですね、うまいうまいうまい、まさにそうでしたまさにおーにょうでした乗っ
かりましたね。なんでこれ。いいですね、なんか、はい、自由ですね。自由ですね。フリーダムですね。はい、ああ面白いね。はい、ということで今日のあのテーマはあのちょっと待ってください。今日のテーマは違います。おねしょでもなく、はい、あのパンツシーズン2でもないですよ。パンツシーズン2でもない。はい。なるほど。はい。パンツの話はうんざりしてると。いや、もともとそんな好きなわけじゃないので。あ、そうですか。はい。じゃあ行きますね。今日のテーマこちら。空港。おにょうじゃないです。忘れてしまいました。頭から。空港です。空港。はい。はい。もうなんかまともなテーマな空港ですよね。感じよね。まとも、まあ、まともなテーマでいいんじゃないですか。朝おねしょしたのに。おねしょこんなに引きずっていいんですか。いや、まあ別に。なんていうのかな。はい。まあ。パンツがご希望でしたか。いや、僕らの年代はありえると思うんですよ。うん、ありえる。おねしょ。そうですか。多分みんな言わないだけで、石ころさんとかもやったことあると思うんですよ。あ、みんな今ちょっとなんかあーとかな反応結構してますけど、実は裏では、あ、やったことあります。だって飲むもん。あ、飲む人はあるかもしれないですね。そうです、そうです。飲んだらやっぱ緩むんですかね。なんでしょうね。これちょっと後で調べてみます。いや、嘘つかないでください。石ころさん、茂さんも石ころさん皆さんもないと言い張っておりますが、まあ、隠したい方もいらっしゃるでしょうから。そうですね、はい。はい。空港ということで、空港はやっぱり夢だからね。はい、はい、空港もういいですよ。私空港好きなんですよっていうのはもう何度かこの番組とかでも言ってると思うんですけど、ツイッターでもね、ツイッターでもつぶやいてますね、うん、空港に行くだけでいいんですよ、飛行機に乗らなくても。何ですかこのちょっと低いテンションのまま熱がこもるこのマジな感じ。ガチに、ガチな。じゃあそんな感じでちょっとガチに行きたいと思います。はい、かといって飛行機詳しいわけではないんですけどね。どうなんやねん。っていうなんかまあ空港まあまなみにね、今日はたっぷり空港の魅力について語ってもらいますが、皆さんも空港のエピソードあると思うんですよね。空港でこう見送りするとかさ、あの誰かを、あるいは見送られるとかですよね。特に沖縄はあると思いますよ。なのでなんかそういうちょっとなんかロマンチックななんか甘酸っぱいような話もあれば。そうなんですよ、はい、で例えば家族で、僕の場合ね、家族で行くときに、旅行行ったときに、空港がもうとっても楽しかったんですよ、やっぱり。家族で行く空港が楽しい。もうね、子供2人初めてだから、ワイワイ騒いで、はい、飛行機だっつって、あんな近くで見るのってなかなかないじゃないですか。それで、あ、その姿見せたらやっぱりね、いいなってなりますし、ほっこりですね。はい、彼女と行く空港もいいですしね、はい、あの旅行の時のワクワクと、はい、そのイチャイチャと空港で、はい、空港でイチャイチャしますよ、普通に。まあ旅ってなったら皆さんもう解放してますから、気分が上がるから、そうそうそう、ね、割とイチャイチャしてる人いますよね、うん、っていうさらっとちょっとそこは何すか。どうしたい、まあ、いろんな空港はドラマがありますよ。はい、はい、ということで空港にまつわるエピソードお待ちしております。はい、はい、メールアドレスは797@fmginoan.com となっております。また FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声のネット配信もしております。はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、そちらから聞いてみてください。はい、ということで今日は待ちに待ったテーマですね、空港です。そうでもないですけど。あ、そうですか。はい、あの私は待ちに待った。あ、そうですか。はい、です、はいはい、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。
はい、オープニングナンバーはバックナンバーでエメラルド。ちょっと前向きに捉えてですね、シーツを洗えたからよかったかな。そうですね、うん、シーツ、でもショックは残らないんですか。ショックっていうか、まあ仕方ないかみたいな。まあそうだね。だってみんなあるよ、本当に普通に。マナミもあるだろ。漏らしたことはないですけど、漏らすギリギリくらいはありますけど。めっちゃ我慢してて。それはおねしょじゃなくて。どういうことですか。夜寝てる時じゃなくて。あ、じゃなくて。普段でしょ。はい。あ、夜寝てる時も一応。あるでしょ、おねしょ。おねしょはない。おねしょさせたがりますね。自分はまだまともだって思いたいんですよ。なるほど。年じゃないって。年じゃない。これは年のせいじゃない。じゃない。いや衝撃だったな。でもでもお酒飲んでないのにあれですね。一応飲んではいた。飲んでるけど、でも、うん、いつもベロベロになるほどは飲んでない。そうそう、いつもほら飲むさ、はい、そこほどあんな感じだから。あ、そこまで飲みすぎてはいないじゃん、はい、あんな感じ。寝癖はないよ。まさか。マナミある？ないですよ。年じゃないことを祈るしかないですね。そうだね。もうエコさんおはよう。ああ。忙しいのかな。ですね。バッテンさん酒やめたってすごいね。よくやめれるよな。やっぱダメですか。無理だね。お酒。ほらマサヤさんも分かってるさ。マサヤさんも。いやいや、言えんできますよね。おーカズミさん。おはようござる。おはようござる。なんかいいですね。おはようござる。いいね。あ、北ウィングレイニーさんがツイッターでリクエストした。うん、あ、曲バッテンさんのオイラもエアポートスキーのエアポートがあれなのが面白いですね。英語うん、アキナちゃん、時刻は8時17分を回りました。モーニング8お届けしております。ここからは FM ギノアンよりお天気、道路、交通情報をお届けします。今日フォアフォアですね。ちょっと緩いですね、今日どうしたんですか、まなみさん。どうしたんですかね。僕が緩かったから緩いんですか。文字通り逆に緩んじゃったんですかね。締めてください。あ、そう、はい、このままだとまなみんも、はい、おい、おそおす粗相しちゃいますよ。大丈夫です、そこは。はい。なんか今ちょっと気を引き締めていきましょうね。はい、あなたとは違うんですみたいな。いや、そんなことは言ってないですよ。そんなこと言ってないですか。あ、そういうオーラが出てましたかね。目が言ってました、ね。ああ、なるほど。はい。はい、気を取り直して、お天気、道路、交通情報をお届けします。本日11月27日金曜日は、今日は晴れのち曇りですね。
北東の風、晴れ、夜曇り、波の高さは 1.5 メートル、後2メートルの予報です、うん、降水確率は今日午前中と、そして夕方6時までずっと 0% ですね。夜6時からは 20% の見込みです、はいはい、そして今日の最高気温なんと26度、ちょっとまた暖かくなってんですかね、日中はね、はい、でもやっぱりね、夜は寒いですよね。夜は寒くなりましたね、うん、明日も最低20度ってなってますね。でも11月とは思えないですね、とっても。そうですね、はい、もうクリスマスソングが流れてるけど、やっぱ違和感よね、はい、なんか今年はちょっと南国的なクリスマスになりそうだなって思います。いいこと言いますね。いいこと言いましたか、うん、おというちょっとなんか秋晴れっぽいけど暖かい宜野湾市です、今日は。はい、はい、以上お天気お伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路、先ほどまで実は事故のためにですね渋滞してたんですよ、うん、石川インターチェンジ付近で事故があって、名護向けですね渋滞してたんですけど、今は解消されております。故障者が出ています。西原インターチェンジ付近で、故障車、これは那覇向けでございます。西原インターチェンジ付近で故障車那覇向けで、ありますので注意してください。また一般道をお伝えします。あら、一般道、うん、国道330号、はい、いつも普天間混んでるんですけど、はい、今の時間今日スイスイ流れていますね。ほら珍しい、珍しいですね、本当かなこれはい、ただですね、やはりがねこ交差点では西原向けで500メートルの渋滞、がねこ交差点西原向け500メートルの渋滞、公園の交差点でも西原インターチェンジ向けで500メートルの渋滞が起きています。県道34号前原交差点から大蛇名にかけて 1.7 キロの渋滞、前原交差点から大蛇名向けに 1.7 キロの渋滞が続いています。国道58号線もスムーズに流れています。今日珍しいですね。珍しいね。国道330号、かかずから大平インターチェンジ、浦添の大平まで 1.2 キロの渋滞、那覇向けで続いていますが、今の時間割とスムーズに流れています。宜野湾市内、330号ライカム全然渋滞がないですね。不思議だ、今日は平日ですよね。普通に平日よね、休みじゃないよね、はい、もう一足お先にもうお休みにしてる方が多かったりするんですかね。どういうことですかいや大丈夫です年末のお休みってことですか的な感じです。早すぎないか、ね、早いですね、ちょっと、はいですねはい、ありがとうございます、はい、そして県内のコロナ情報をお伝えします。はい、昨日なんと新規で74人、はい、70人超えが104日ぶりということですね。県は26日新たに10歳未満から90代の男女74人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。多いですね。多いですね。ただですね、連休の影響は週末からということで、まあ今日から増えていくんじゃないかと。じゃあちょっともしかしたらもっと多くなるかもしれないですね。まあこれで緊急事態宣言とかねやらなければいいんですけど、どうなんでしょうか。宜野湾市では11人感染者が出ております。宜野湾市11人、さらにこのですね、感染者74人のうち感染経路が分かっているのは30人で、家族が11人、職場が7人、友人知人が5人、会食が4人となっております。その他は今調査中ということですね。家族が多くなってますね。家族多くなってますね、やっぱり、まあ、やっぱ近いのでね、一緒に暮らしてたりするとどうしても一緒に使うものとか多いので、はい、まあでもね、これで経済活動止めるわけにもいかないし、はい、やっぱり飲み会とかね、はい、そういうのを
5人以下ぐらいで抑えてやっていければいいのかなと。なんかパーテーションがどうとか、うん、なんかそういう感じでも対策しつつっていうのがこれからの新しい動きになるのかなっていう感じがしますね。そうですね。はい、以上でございます、はい、ありがとうございます。さあ、ギノワン FM ギノワンから見える今のお天気ですが、うん、今日はすごい快晴な感じがしますね。雲も、ね、雲が結構低いんですよね。今日ドライブ行るじゃないか、はい、一緒にドライブ行く。ということでじゃあドライブ行きましょうか。お珍しいね。今ドライブ行っていいですかって言おうとしたんですよ。そしたら先に一人ね、はい、いやいや一緒に行こうぜ。おねしょしてもいい。おねしょダメです。でおねしょ おむつ履いてからですね。ドライブ中におねしょってありますか。あ、辛いの眠ったらするかな。大変ですね。大変ですよ、はい。まあ、そんな今日はドライブ日和な感じがしますね、うん、すごい。そして最近もうこの気になるのがちょうど FM ギノワンの目の前に見えている西普天間地区で、うん、新しい道路がちょっと目の前にできてるんですけど、ここがちょっと最近気になって。これさ、はい、交差点になるみたいよ、ここ。あ、はい、うん、らしいですね、うん。こっちが十字路になるみたいで。はい、やったね。はい。そして茶壇に抜けるっていう話を聞いてますよ。そうだね。やったね。はい。茶壇が近くなりますね。近くなりますね。はい、茶壇にもガンガン営業に行きますか。そうですね。はい。はい。FM ギノワン茶壇にも進出しましょう。しましょう。以上お天気道路交通情報をお伝えしました。時刻は8時25分を回っております。あ、モーニングエイト、あっという間に30分経ってますね。そうそう、オープニングで ね、まなみやっぱちょっと喋りすぎですよね。そうですね、うん、だから、うん、でもいつもね、スピーナーに注意するんですよ、はい、10分過ぎたけどっつって。今日12分になってましたよ。あ、失礼しました。はい、なんか喋なんか続いちゃいますね。続いちゃいますね、まなみんとはね。なんでですかね、はい、なんでですかね。やっぱり気が合うのかな、はい、事務所であんま喋ってないからですかね。事務所でも普通に喋るじゃん。喋ってますね。なんか悪い感じに言わないでください。はい、いやいや、そんなわけではないですよ。そんなわけではないですか。はい、コメントいっぱい来てるので紹介していきましょう。武蔵さん、すっぴーのピンチヒッターのまなみんさん、山内さん、リスナーの皆さん、おはよう、わっしょい。ということです、はい。おはようございます。元気ですね、今日も。はい、石黒さん、マジかよ、マナモッコリじゃん。おはモッコリ、マナモッコリ。めっちゃ喜んでます。マジかよの、どっちのマジかよかなって私は気になったんですけど。これ嬉しいな。あ、嬉しい方ですか、はい、あ、だったら嬉しいですね、私も。マジかよの、ちょっとローテーションだったら。マジかよって言わんでしょ、普通。本人の目の前で。あ、そっか、本人の目の前ではさすがに言わないから。そうそうそう、はい。ありがとうございます。カリスさん、シゲルさん、おはようございます。はい、かっちゃんも来てます。おはようございます、はい、ありがとうございます。かっちゃん今日小春じゃないよ。そうですね、そう、沖縄大好きさん、おはようございます。さらにナルトラさん、おはまなみんみんかわいい絵文字までありがとうございます。お、まなみんかわいいからいいさということで。おあ、そうそう、太ったって話ですけど、はい、服がきつくなったんですか。かりす、あ、しげるさんから来てるって。いや、服がきつくなったわけではないんですけど、うん、うん、なんかお腹にお肉がついてきた気がしたなと思って。そうなの。はい、一応まだなんかズボンに乗っかるとかそういうそこまではいかないけど、だだだだ、つまめたんですよ。あ、全然やし、つまめる。ちょっとあ、で見せないといけないんですか。いや、そうだ、そんなこと言わないでください。僕が見せれって言ってるみたいじゃないですか。だからそう、だからちょっと運動しようかなと思って。そうですね、はい、しましょう。ちょっと、はい、ちゃんと見せれるくらいに引き締めたいと思います。そうだね、はい、ちょっと僕も見せれるぐらいにやらないといけないからね。そうですね、はい、お互いお互い、はい、ということでした。くにちゃんさん、みやさん、おはようございます。さらにかっちゃんさん、兵庫ウェザー、今日の兵庫県は晴れのち曇り、最高が17度、最低が10度だそうです。はい、最低10度、いい感じだね。いいですね。
石川さん、今日の服何ね？カーテン？今日の服、これカーテン見えるかな。結構ね、バンダナと合っておしゃれですよね。あ、バンダナと合ってますか。うん、似合ってる。今朝母には何そのなんか中国っぽい服って言われました。中国っぽいか、これそうでもないと思うけど。中国っぽいみたいなっていう、ちょっとなんか謎な会話がありましたね。なるほど。カーテンではありません。しげるさん来てます。クソ疲れてるときトイレと間違えてテレビにチッチしたことあるけど、それの方がちょっと問題じゃないかな。ね、さすがに僕もトイレとテレビは間違えないですよ、酔っ払っても。お、今のところ。うん、へえ。そしてテレビ大丈夫だったんですかね。もう酔っ払ってるときってもう頭なんかもうそういう判断能力とかも鈍っちゃうんですかね。それこそこうやって、ま、間違っちゃったりとかね。たまに外に出たりする人もいますよね、なんかトイレと思って。あ、いるね、はい、それはあります。ないない、ね、俺はもう至極真っ当に酔っ払いました、はい、レーニーさん来ております、はい、おはモーニング、はい、通勤電車を逆方向に乗って羽田空港に行きたくなった朝です。あ、レニーさんも空港好きなのかね。空港好きですかね、うん、逆方向もうそのまま空港行っちゃえみたいな感じだったんですかね。いいんじゃないですか、今日サボっても、うん、いいと思いますよ、うん、もうそのまま空港行って沖縄来ちゃったらいいんじゃないですか。あ、いいですね、はい、それも一興ですね、はい、コアラスキーさんおはようございます。さらにかっちゃん、ヤギ座のまなみ占い来てますね、はい、家族や身近な人にも感謝の気持ちを言葉で伝えると運気がアップ、うん、普段は近ければ近いほど照れくさくて言葉にできないものことも今日は思い切って口にしてみましょう、はい、お手伝いしたりして態度で表すのもいいかも。うーん、言葉大事ですね。おい、はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、仕事じゃないですか今の、はい、マックの、今仕事じゃないですよ。マックのありがとうございます、 ありがとうございます、変わらないです。スマイル0円と一緒でした。はい、はい、気持ちを込めたんですけどね。あ、そうですか、はい、まあ、いつもありがとうございます。いや、とんでもない、はい、こちらこそありがとうございます。もう昨日からね、まなみに謝ってばっかりだからね。そうですか。うん、いろいろお粗相しました。そうそう。まあまあまあ、皆さんおじいちゃんってこと。そうだね、もうおじいちゃんだね。そうですね。あ、もう認めるんですね。そうだね、さすがにね。うん、うん、そしてですね、はい、いろいろ、あ、バッテン熊五郎さん、はい、最後水曜中がなびら、はい、お酒やめたということですね、はい、すごいね、お酒やめた。うん、熊五郎さんもエアポート好きと来てますよ。お、そして今日里坊さん久しぶりに来てます、はい、おはようございます。里坊さん、もう里坊さんもそれこそ空港お好きじゃないですか、多分。そうなんですか、はい、パイロットの番組よく聞いてくれるので。あ、はいはい、いいですね、はい、今日の東京は曇り気味、ちょっと寒いということですよ。はい、そしてバッテンさん、那覇空港みたいに海の近くもいいけど熊本空港の近くにある山を背景に飛び立つ飛行機もいいもんだよ。あー、山、山、山を風景に、うん、あ、でもなんかどこだったかな、なんか一回どこかそういう空港に行った気がします。忘れました。でもいいですね、やっぱだいたい海の近くに、はい、最後忘れた。何ですかこの話。あんまりあれでしたね、ちょっと一回フィルターかけましょうか、思いついたこと。はい、あ、そうですそうですよ、だからパンツの好きとかっていう話もしちゃうんですよ、はい。あ、じゃあちょっと頭の中で一回寝かせないといけないですね。そうそうそう、置く時間が、置く時間、はい、無言になりますけど。あ、やめてください。じゃあ、はい、エコさん、はい、チラ、おはよう。おはようございます。チラじゃん、うん、はい。コアラスキーさん、空港限定のお土産とか買ってしまう。あ、いいですよね、うん、空港限定って多いのでたくさん。あ、多いんだ。でもお土産いいですよね。うん、もうお土産好きですね。鶴ヶ島和兄さん、おはようござる、はい、さらにマサヤさん、久しぶり。 おはようございます。40代となるといろいろ緩んできますよね。テーマ空港、自分は空港が好きでよく近くの空港の展望デッキでお酒飲みながらのんびりしてます、
いつも頭の中でテレサテンの空港が流れています。はあ、すごい。酒飲めるんだ。お酒も展望デッキで、うん、向こうはでもあれよね、電車で行けるからいいですね。そうですよね、うん、そしたらもう普通にお酒も飲めるし。あー、へー、すごい。なんかあれですね、なんかよくディズニーに行くけど、はい、アトラクションとか乗らないでただ本読むだけの人とかいるっていうじゃないですか。はあ、そういう感じっぽくないですか。なんか空港行くけど、せめてパレードとか見てほしいねでもそういうディズニーの楽しみ方もあるらしいですよ。へえ。なんかもうカフェ気分でディズニー行くみたいな、なんかディズニーのこの、あはそういう飲み物の年パスとか買ったらそうなるのかな、はいはい、あ、そうかもしれないですね。いいね、そういうのもいいですね。空港がすごい身近な感じがしますね。はい、マサヤさんの、マサヤさんね。うん、そしてですね、なんかさっきからセクハラみたいなこと言ってますけど、はい、皆さん何のことやら分からないですね。セクハラですか。うん、ちょっとよく分からんなあ、私に対してからじゃないですか。あ、そっか、さっきのお腹の下りですかね。はい、火曜日に反省してたばっかりじゃないですか。なんかもうそういうセクハラ発言はやめますみたいな。僕がですか。はい。あ、僕じゃないあれマナミンがじゃないですか。あ、違います。私セクハラ発言してますか。わかんないしてるといえばしてるし、してないといえばしてないよ、ね、めっちゃセカラセカラセカラって今コメントすごいですね。すごいね。スピーナーが来てます。まなみんさん、代打ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそコメントありがとうございます。私もテーマトークしようと来てますね。セントレア空港の台湾ラーメンめっちゃ美味しいです。山内さんにセカラされたら言ってください。私が対処します心強い。怖いね、グーのマークが。グーが。これはもうあれですかね、政権好き案件ですかねあ、強そうですね。はい、あ、じゃあぜひちょっと今監視していただいてそうですね、はい、はい、あのー、セントレア空港まだ行ったことないんです。私名古屋でしょ。セントレアってめっちゃ広いよね、はい、僕あっちのそば食べたんですよ。そば、日本そばですか。日本そばで天ぷらがあってめっちゃうまかった、はい、おへ、ちょうどバナナマンが、はい、あのそばとその、はい、うどんだ、うどんと、うどん、このなんだっけ、イカ天がめっちゃ合うって言ってたんですよ、はい、して食べてみたんですよ、はい、めっちゃ合ってた。へえ、あ、本当にすごい。うどんとイカ天合うわけ。イカ天自体にそこまで味ついてなくて、はい、うどんと食べたらめっちゃうまかったんですよ、この組み合わせが。すごい美味しそうですね。うん、超美味しかった。あ、いいな。台湾ラーメンもあるんだね、ちょっと食べてみたいですね。うんうんうん、セントレアもめっちゃ広いっすよ。あ、セントレアちょっと行ってみたいです。今関空とか大きいところだと関空、羽田、成田くらいしか行ったことないですね。関空とかより面白いんじゃないかな。関空も結構面白いですよね。あ、そう、行ったけど覚えてないんだよな、印象がない。あ、印象がない、うん、羽田も面白いじゃないですか。羽田は、はい、面白いですよ。でもなんか羽田行きすぎてっていうか、割とやっぱ東京行くことが多かったので、うん、なんかもう羽田普通みたいになっちゃいました。ちょっと空港だから楽しいですけど、まあね、うん、なんか大体把握した感じですはありますね確かにね。また空港1時間ぐらい前行ってのんびりしてるからね。はい、あ、そう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 、それですよね。東京だともっと早く着いて羽田でちょっと遊ぼうみたいな、はい、うん、のもありますよね。ありますよね、うん、割と空港にいる時間も楽しめるので、この早めに到着してる場合が私も多いですね、うん、そうだね、うん、僕も1時間ぐらい前、うん、1時間半ぐらい前かには最低いますね。いますか、うん、で、うん、うろうろして、はい、美味しそうなの食べて、うん、並んでないとこね、はい、よく並んでるんだよな、あっち。あ、はい、という感じです。いいですよね。あ、さあ皆さん、まだまだ、はい、メールコメントお待ちしております。メールアドレスははい、797@fmginoan.com です。38分ってもう CM 行きます。
今日も曲かけれないんじゃない。しゃべっちゃいますね。しゃべるね、はい、マナミンとしゃべるんだよね。山内さんのことディスってないですよ私。そうよね、ディスったことないよね、はい、うん、はい、あの僕のこと本気でディスるのスピーナぐらいですよ。そんな。この前あのスピーナの問題発言の、はい、あ、問題発言集やったじゃないですか。やった、はい、面白かった。面白あれちゃんと聞けなかったんですよね。面白かったよ。小春ちゃんが事務所で、うん、え、何事みたいな感じのあれしてたので、あ、そうなんだ。でなんか、あ、これはなんかこの問題発言集をやってるんだよって言ったら、ああみたいな、いきなりなんかこのスピーナさんのこの声が聞こえたから。はい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 。面白かったですね、あれも。ああいうちょっとひと手間かけたやつをどんどんやっていきたいね。ああ、そうですね。時刻は8時39分を回っております。そろそろ40分ですね。はい、はあ、早いですね。早いですね。めっちゃ喋りましたね。めっちゃ喋ったね。メールもいっぱい来てるので、これね多分9時台に紹介する形になると思います。はい、そうですね、はい、めいちゃんは8時台でやろうね。めいちゃんさん、はい、早く来てましたからね、はい、その前に日のコーナーさらっと行きたいと思います。はい、はい、本日は11月27日金曜日、27日、これで迷ってたんですよね、ちょっと。あ、さっき27日、はい、はい、旧暦の10月13日です。満潮時刻が、このあと夕方5時26分、そして干潮時刻は11時25分、そして夜の23時54分となっております。沖縄手帳に書いてある今日の出来事は、具志川市文学賞大城貞俊さんのですね、1992年に文学賞を受賞したそうです。うほほ、あと瀬長市長追放抗議市民大会10万人参加、あ、瀬長亀次郎さん のあれですね、はい、追放されたのの抗議ですね、はい、10万人参加された時です ね、 すごいね。その時にこの瀬長亀次郎さんが、私は勝った、アメリカは負けたと演説をしたそうです。1957年の今日です。あの亀次郎さんの映画があったじゃないですか、うん、あれ私まだ見てなくて、ずっと気にはなってたんですけど。面白かったですよ。面白いですか、うん、ただね、今の政治思想にちょっと絡みすぎかなっていう感じはするんですけど、それを除けば普通に面白かったです、はい、だからもっとドキュメンタリーでオリジナル、なんていうのかな、はい、亀次郎さんのみにクローズアップしてくれたらもっと面白かったかなと思いますね、うんうん、ちょっとまだ私もあんまり詳しくわからないので、その映画とかも見ていろいろ勉強したいなと思いました、ね、ちょっとね、今のこの沖縄の政治のあれに寄りすぎてたんですよ、はい、現状に。だからそういうのあんまりいらないんじゃないかなって感じはしました。なるほど、はい、はい、ということで手帳からは以上です。ネットから見る今日は何の日ですが、今日はノーベル賞制定記念日となっております。なるほど。ノーベル賞今日はですね、はい、シェイクスピアが18歳で結婚した日、1582年の今日。18で結婚したんですね。うん、当時はやっぱ早かったのかな。早いよね、みんな、はい、うん、そんな感じかな。そうですね、あと皇太子と美智子さんの婚約決定、お、1958年、はいはいはい、うーん、前の天皇陛下ですね。そうですね、はい、美智子さんってすごくいい感じよね、はい、なんだろうね、とっても素敵ですよね、うん、なんかあんなおばあちゃんになりたいと思う。上品よね、はい、ほんと品がすごくある。それでもってなんかすごい旦那さんをもう支えてる感じもすごい出てるじゃないですか、うん、あれ、あ、もうすごいとしか言いようがないですね。ね、素敵です。素敵です、はい、はい、そんな感じですかね。しげるさんが、今日はブルース・リーと松下幸之助の誕生日です。お、今日ね、なんとうちの町田由美の誕生日でもあるんですよ。由美、はい、さん
お誕生日、はい、今日12時からあの昼ラジで町田由美喋りますの で、はい、そうですね、ぜひ皆さん、はい、ハッピーバースデーお祝いコメントを、はい、言ってあげてください、はい、お待ちしております。はい、はい、ということで本日のそんな本日の誕生歌は、うん、ぬるでぬるで、なんだろう、ぬるで花言葉は信仰、ぬるで最近なんかちょっと聞き慣れない花の名前が多いですね。ぬるで花言葉信仰ということですね。信仰、信仰、ぬるで、なんかちょっと気になった方は調べてみてください、うん、はい、ということで以上今日は何の日のコーナーでした。さあここでリクエスト、昨日つあ今日かな、はい、ツイッターで雨男レイニーさんがリクエストしてたので、うん、はい、かけたいと思います。中森明菜北ウイング。空港といえばこの曲らしいですよ。佐藤さんありがとうございます。もう9時台でガッツンと皆さんとの会話を楽しみたいと思います。あっという間ですね。でももう全部コーナー終わったんじゃないか。はい、これでもうあとは9時台新聞だっけ、新聞と天気、あ、はい、とあれだ、どうでもいいとぐらいだから、ね、ぬるで、あーなんかぬるでって感じね。うるしからだし、ね、あすごい、あでもなんかこれは見たことあるかも、こんなのはないです、なんかたまにあるあるある、これは見るで、ほらビーフミさんもさ分かるって、亀次郎はもう少し中立的に撮ってほしかった、そうよね、なんかねちょっとねやっぱこういう映画とかみたいな。どうしたんですか。映画とかもそうやってちょっと視点変えて作っちゃうとあれですね。やっぱドキュメンタリーってさ、結構この撮り手の思想が入りやすいんですよ、はい、余計、はい、ノンフィクションより、うんうんうん、ノンフィクションの方が入るから、あそれはもうどうしようもない、どうしようもないではあるんだけど、もうちょいね背中亀次郎すごかったんだよっていうのを強調してほしかった、うん、を強調してる。結局今の基地反対とつなげてたわけ最後に。別に基地反対どうのこうの言うつもりはないんだけど、はい、うん、映画にはいらなかったんじゃないかなっていう。結局ラストにつなげてたからそれを、はい、最後言いたいことを言うさんね、はい、あその映画のラストシーンって肝じゃないですか、はい、なんかそこがそうです、なんかまあでも面白かったよ、はい、すごく勉強になった、カリエスさんが忘年会ものすごく参加したいんだけど繁忙期正直まだどうなるかから参加のメールを出して、最悪仕事ならキャンセルとか可能です、全然、あもう全然大丈夫です、うん全然大丈夫です、だから行けなさそうでもとりあえず、あこれいいよね、はい、曲 CM の後案内しよっか、はい、ただ URL 当日入れないんだったらもうただ入らなくていいだけの話です、ね、そう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 、参加予定はねもう皆さん参加しますってやった方がいいですから、うん、そうじゃないとね、なんていうの、はい、URL がまず送れないからね、そもそも。やっぱ入れたやって思ったとき、やっぱいけるやってなったときに URL なかったら、あれですからね。なんでやねん。スピーナー。さっきに10点あげときまして、自分の点数になるからだな。すごい。ああ、研修頑張ってください。どうでもええとは頑張ります。先に10点あげときます。最高ですね。しげるさんのヌルデーが
感じがぬるんやって、そういう意味あるのか。先に10点ダメです。まだ皆さん10点はあげないでください。そしたらちょっとプレッシャーですね、その10点に。あ、じゃあ10点が俺が10点と思ったらスピーナーの10点入れようか。あ、もう入れます。あ、じゃあ頑張ります。はい、あ、はい。俺も点数入れようかな、そういえば。あーね、はい、今日から入れましょうね。はい、僕と皆さんのまた感覚も違うからね。ゆきさんがそういえばなんか最近なんか何だかな、みんな判定のあれが違くないみたいなこと言ってました。あくまでもどうでもいい内容のやつが点数高いのにみたいな。いいんじゃないそれも。佐藤坊さんからプレッシャーをかけられました。して俺はまなみに代打いい加減卒業しようってよ。代打卒業ってことはレギュラーになる。お、レギュラーってことですか。もう出ないってことじゃなくて、うん、おお、どこででもやるんですか。そうだね、じゃあ一人土曜日やります。はい、土曜日とか。勘弁して来ないといけない。勘弁してくれ。土曜日唯一ゆっくり。そうですね。それでも今、それでも今早いですからね。うん、ちなみに多分明日もそれくらいに私も来ると思います。本当？やった。明日多分10時ニックス長さん来るんじゃないかな。なんかユーナがさ、土曜日入ってからちょっと土曜日がだいぶ楽しくなりましたね。いいですね。で、マナミも来るしね。さあ時刻は8時50分、そろそろ51分を回るところです。はい、ここで FM ギノワンよりお知らせがあります。はい、FM ギノワン今日、今年は年忘れ大忘年会をオンラインで開催します。オンライン開催でございます。はい、やりましたね。ということで、まあオンラインなのでもちろん無料なんですけど、はい、まあ、リスナーさんとかパーソナリティさんとか、うん、みんな参加できる、まあ、Zoom で忘年会をしようとしているの で、 そうです。 Zoom だとこのやり取りもできるじゃないですか、うん、っていうのがちょっと楽しみですね。そうですね、スタッフ、私たちとしても、はい、一応スタッフはですね FM ギナーのロビーで一緒に飲んでて、はい、そこに皆さんが参加していただくという形になります。なります。はい、ぜひね、うん、お気軽に参加してほしいんですが、はい、受付はメールで参加表明してください。はい、メールでですね、ご自身の名前とラジオネームと、うん、そしてその当日 Zoom の招待メールを送ってほしいメールアドレス、はい、を書いてメールを送っていただければと思います。はいはい、もちろんあの途中でね入退室はもう自由でございます。本当に自由にちょっとやりたいなと思ってるので、はい、うんうん、別にあの最後までいないといけないとか、はい、最初からいないといけないとかっていうのはありません、うん、全然、はい、なのでゆるく、はい、はい、出入りというかしていただければと思うので、そうですね、当日仕事でちょっととか、先ほど狩牛さんからもコメントがあったんですけど、うん、そういう時もまあとりあえずあの URL を送るための申し込みだけしてもらって、そうですね、はい、申し込みしないと URL が送られてこないのでね、はい、なのでとりあえず予定がまだ未定の方も申し込みだけしていただければと思います。そうそうそう、別にあのキャンセル料とかも出ないですし、はい、特にね、うん、当日も何かあって無理だよっていう方も全然 OK ですので、はい、はい、とりあえずはあの参加したいというメールをくれれば、はい、送っていただきたいですね。はい、
うんうん、メアド書かんといけんのって、はい、しげるさんはもういただいておりますよね、メール確か、はい、なので大丈夫ですよ。しげるさん何回も言ってますよメールアド書かんといけんのって、はい、お願いしますね、はい、そして当日はですね、必ずあ、ひふみさん言ってるね、はい、当日になってやっぱり参加したいってなっても対応できないかもですからねって。そうなんですよ、そうなんです。これね、結局Zoom の招待 URL を送らないといけないから、うん、これパスワードとかもあるので絶対参加できないんですよね。そうなんですよね、こちらが送らない限り、はい、はい、招待の URL 送らない限りはちょっと参加できないようになってるので、はい、なので、ね、仮にその日あなんか予定ちょっとずれて行けるや行けるやとか参加できるやって思っても、うん、URL がないと結局どうしようもない。そうそう、どうしようもないので、やっぱギリギリとかもしなってしまったら多分 URL を送ることもすぐにはできないかもしれないので、うん、前日までにね、そうですね、いただければと思います。はい、思います。12月19日土曜日の、夜7時から3時間程度で考えております。はい、もちろんその後乗ればね、うん、延長もしてゆるくやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますね。はい、今いろいろ企画というかこんなのやろうかっていう話もしてるところなんですけど、そうそう、一個今出てるのがね、なんかみんな同じものを飲むかみたいな、はい、ああ、ありましたね、あったね、一杯だけでもいいから、はい、ちょっとなんていうの、例えばオリオンの割っただけ、うん、必ず一缶飲みましょうとか、はい、みんな、うんうんうん、そういうのもいいね。いいですね、うん、あでもわってだな、オリオンさん別にスポンサーでも何でもないんだよなこれを機にスポンサーになってくれないですか、聞いてみる牙城が高いけど、あ、まあ、チャレンジやってみようか、はい、はい、皆さんぜひ参加して楽しみましょう、うん、よろしくお願いします。そしてこの方めいちゃん来ております。はい、今日はおしゃべり女スピーナお休みなんですねひど強気ですね、この人スピーナに強いんだよな。お、代わりにまなみんが投入、はい、なんかわからんけど落ち着いて聞けます。そして空港って本当に賑やかで何か嬉しくません。でも3月から4月は悲しみの空港に、県内外へ旅立ち新たな道に行く方も多い。お二人さんは空港で泣いたことということです。ここで泣いたこと、泣いたことはないな、泣いたことはないですね、うん、でもやっぱこの高校卒業して友達が結構東京とか泣いた空港行きましたね。あでもうるうるはしたかもしれないです。あめっちゃ仲いい友達が行くってなって、うん、その時はちょっとうるうるはしたかもしれないですね。うん、僕泣いたことないんじゃないかな、若い時特にひねってたからね今だったらもうじゃあ涙もろいかもしれないですね。あでも今でももう別に友達とかだったら頑張ってこいよぐらいじゃないですかね。はじめましての上原一郎さん、はい、ありがとうございます。かわいいですねって。おお、ありがとうございます。空港で勤めていた時、はい、マイケル・ジャクソン見たことがあります。おお、ボディーガードも黒人のマッチョマンで貫禄ありましたよ。すごい、すごいね。あ、勤めてたんですね。すごい、勤めてたら有名人も見れるんだね。うーん、マイケル・ジャクソンなんてもう絶対見れないよね。はい、すごいレアですね。レアだよね、この芸能人の中でも、うん、へえ、トップオブワールドですからねすごいよね。でもこういうボディーガードとかもついてたら物々しそうですけどね、うん、バッテン熊五郎さん、ビンゴゲームしたらいいんじゃない。うん、ビンゴすごい人数になりそう、ね、ちょっと時間かかりすぎじゃないかなまあ人数見て決めましょうかね。そうですね、はい、はい、皆さんもぜひ、忘年会も参加してください。そして今日も空港のメッセージ お待ちしておりますメールアドレスは797@fmginawa.com です。おはようございます。あ、そっか、あやさん8時から聞いてるよ。あ、そうだよありがとうございます。そっか、今日ククルバナの弁当注文しちゃったよ。
弁当注文した、あやさんに聞けばよかったな。もう弁当持ってる。あ、待って、あ、よかったよかった。そっか、今日あやさん来るんだよ。そうです、そうです。8時から聞いてる。8時から聞いてる。おねしょのところ、おねしょも聞いてますね。わった、東京だと買いにくいってよ。あ、どうしよう。じゃあそう、でもなんか飲み物って言っても、うん、要はじゃあみんなビールって言ってもビール飲めないよとか、あ、確かにあるかなと思って、なんか缶とかにしたらいいのかなと。シャンパンは一杯だけ。おー、シャンパン手に入る。乾杯シャンパン。皆さんシャンパンは買えますか。何でもいいけど。シャンパンにするか。でシャンパンが飲めない、アルコール飲めない人は、はい、シャンパンスパーリンクリングワインはアルコールか、はい、ノーマルのシャンパンあるよね。シャンパンってあります、うん、シャンパンにしますか。じゃあシャンパンでいいんじゃん、乾杯用の、はい、いいね、ロッペリー送って。あ、そうですね、FM ギルマン。時刻は9時を回りました。改めまして、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。おはようございます。はい。11月27日、何々、ね、にゃにゃにち、かわいいね。何々日、モーニングヘッド。なんすか、今、狙いですか。いやいや、そんな。あざといですよ。いやいやいや、にゃにゃにち。狙うわけないじゃないですか。かわいいですね。はい、モーニングヘッド。後半ですね、はい、お届けしていきます。12月27日ね。27日って言わないですよ。27日、なんで27日って言うんですかね。ほら、染みついてるのかな。ズキューンってよ、ひいふみさんが。あ、種馬の心も射止めましたか。お、不意なあれでしたね。ちょっと私的にはあ、やっちまったって思ったんですけど、今皆さんあのね、まなみんさ、飲んだらデジ可愛いから、楽しみにしててください。ハードル上げないでくださいよ。この本若がさらに5倍ぐらい本若になるよ。あ、そんな変わります。変わる変わる。へえ。やっぱ女性もさ、はい、飲んだ方が可愛いんだよな。おお、うん、あ、ゆうなから来てる、まなみん。あ、すごい、ありがとう。あ、今日はなんか嬉しいですね。スピーナさんも来るし、そうだね、ゆうなちゃんも来るし、ゆうなも飲んだ時に、はい、もうずっとニコニコしてて、ゆうなちゃんも可愛かったですよね。可愛かったよね。うん、この前 FM ギノワンのスタッフで、みんなで上で飲んだ時に、はい、もう最高でした。みんなやっぱお酒を、小春もそうだしね、はい、うん、そうですね、アルコール入ると自由で、うん、もっとこうなんていうの、はい、めっちゃ笑ってましたね。笑っていつもの笑顔がさらに、うん、っていう感じで、なんか面白いしね、はい。まあでも飲んだら陽気になりますよね。そうだね、基本ね、うん、はい、あの僕ぐらいです、うざがらみするの。私はそのうざがらみを避けて避けて。いや違うよ、それはしないじゃん。うざがらみしないさ。あれ、さっきするって言ってたのに。さ、そうですね、うん、はい、はい、さあ、はい、今日のテーマいきましょう、はい、今日のテーマこちら、空港です。空港ですよ。結構かけすぎたな、はい。空港です、うん、はい、もう空港、さっきもなんか海沿いの空港がどうのとかっていう話とかも、とか、ね、はい、あったんですけど、うん、私も那覇空港がそれこそ昔、今でこそあの空港ですけど、はいはい、昔ちっちゃい空港だったじゃないですか。もうちょっとあれだったよね、観光客いっぱい来るのに恥ずかしいという声がいっぱいありましたよね。なんか本当にすごいなんかもうローカルなというか、そうそうそう、はい、
だって石垣島の空港の方が新しくて上等だったもん、はいはい、あの古い空港 あの時ですか。そうそうそう、あの古い空港もでも私割と好きだったんですよ、あの時、ちっちゃい時だったんですけど、はいはいはい、なんでかっていうと、うん、子供のなんか遊び場みたいなやつがあって。あったっけ。ありましたありました、結構割とちっちゃい時、小学校行くか行かないかくらいの時まではあっちをずっと利用してたので、毎年やっぱあの父が鹿児島の人なので、うんうん、毎年空港行ってたんですよ、はいはいはい、飛行機乗ってたんですけど、でそのちっちゃい空港の時には子どもの遊び場みたいな、まあって言ってもブロックがめっちゃあるみたいな場所があって、あっちのブロックが楽しかった思い出があるんですよ。でも今の空港ってないじゃないですか、まあね、今のあの空港になってからは、うん、でも今の空港乗り物とかがあるよ。え、あります？あるある。ああそっか、 ありますね。そう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 、あそっか、そう。でもなんかでちょっとなんかあれで遊んだらいいさ。あ 今はもう使わないですけど。使ってきて一人で行くんでしょ。変人じゃないですか。大丈夫、マナミンだったそんな許されるんですか、ね、マナミンだったら大丈夫。俺だったらもう、はい、ちょっとちょっとって呼ばれますけど。呼ばれますか、あの、うん、空港のごつい警備員にあ、まあまあまあ、そっか、そういうあったの全然わからなかったな、はい、あっちで遊んでる写真とかも多分家に探したらあるんですよ。でなんか確かに楽しかったよなと思って、うん、はい、なんかそういうのも思い出しましたね。なんか平屋でしたよね、2階建てぐらいか、はい、2階建てでした、はい、もうすごいローカルな、あれなんかですよね、 今の規模からは考えられない。なんでしょうね、食べ物屋も2つ3つぐらいしかなかったよね。エンダーがあった気がするな。エンダーあったんですか。あ、嘘、分かんない食堂とエンダーがあった気がする。それこそ国際線が最近まで、まあ、今は新しくなりましたけど、国際線も平屋みたいな感じだったじゃないですか。そう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 、 あれに負けず劣らずのなんかこのちょっと古い感じがすごかったですよね。ですね、ひどいありさまでしたね。あれもちょっと懐かしくなりましたね、うん、あの時代をギリギリ知ってるんですけど。確かに、うん、さあこのように今日は空港のエピソードを皆様お待ちしております。お待ちしてます。メールアドレスは797@fmginoan.com です。一旦ニュース聞いてください。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずはじめに沖縄タイムス一面から、県内大量解雇11社、本年度上半期卸売小売業など422人、2020年度上半期に新型コロナウイルスなどの影響で1ヶ月以内に30人以上の従業員を解雇せざるを得なくなり、ハローワークに届け出た県内企業は11社で、対象者が422人に上ることが26日分かりました。確認できた2009年度以降最も多い数字となっております。前年同時期は1社で、統計を取った厚生労働省はコロナの影響が直撃したと見ています。続きまして琉球新報一面から、不妊治療女性倍増へ、2回目以降30万事実婚も対象。厚生労働省は26日、不妊治療を受ける人への費用助成制度をめぐり、2回目以降は1回あたり15万円となっている現在の助成額を30万円に倍増する方向で調整に入りました。年齢に応じて最大で通算6回までの回数制限も、子ども1人につき最大6回に緩和します。事実婚のカップルも対象にします。初回の助成額は30万円のままとし、対象年齢は43歳未満で維持します。続きまして、沖縄タイムス社会面より、中学生暴行され怪我、浦添傷害疑い男逮捕。浦添署は26日、浦添市の男子中学生に暴行したとして、住所不定無職の大城秀明容疑者を傷害の疑いで再逮捕しました。怪我をさせた覚えはないと容疑を否認しています。
逮捕容疑は10月31日午後0時48分ごろ、浦添市の宮城公民館でサッカーをしようと準備していた男子中学生に突然襲いかかり、耳を引っ張るなどの暴行を加えて、左耳の鼓膜に穴が開く全治1ヶ月の怪我を負わせた疑いです。容疑者は9日にも別の男子中学生の首を絞めるなどの暴行をした疑いで逮捕されていました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。パンツコンビです。堂々とあれですね。コロナ見ますか。僕が白色パンティーの山内と。普通のパンツです。ん？赤色？普通の。何ですか普通の。時刻は9時9分を回っております。はい、モーニングエイトお届けしております。はい。じゃあお天気道路交通情報いきましょう。はい、行きたいと思います。本日の天気ですが、晴れのち曇りの予報となっております。北東の風、晴れ、夜曇り、波の高さは 1.5 メートル後2メートルとなっております。降水確率は、午前中そして夕方6時までは 0%、 夕方6時以降は 20% の予報です。本日の最高、日中の最高気温は26度となっております。ちょっとまた暖かい、日中は暖かいですよね。日中は、ね、暑いけども、はい、朝夕がやっぱ寒いですね。寒いですね。やっぱり冷えてきましたね。昨日俺寒すぎたんじゃないかな、今日の朝。あの窓開けてたから、はい、それが原因ですか。かもしれん。寒かったらね、おしっこしたくなりますからね。寒さのせいに。年のせいにはしたくないという。年のせいにしないための言い訳ですね。いろいろ言い訳を作っております。はい、まあ、まだ年にしてはでもやっぱ早いんじゃないですか。早いよね、はい、絶対ね。と思いますね。こんななりでもパン、お酒を飲みすぎてたんだったらわかりますけど、でもお酒飲みすぎてるわけでは。そう、だからショックだっけよ。はい、はい、こんななりで本当にね、おむつやってたらもうびっくりですよね。どうします、彼氏がおむつして彼氏がいきなり脱いでから。どうしたの、そういう時があるじゃないですか。その、はい、なんていうの、おむつ見るとき、見るときっていうか脱ぐとき、はい、そのときに初めてそういうときになってさ、はい、パンツおむつだったらどうします。ちょっと一回びっくりしますね。びっくりしますよね、はい、とどうしたの。聞きます、いっちゃう。聞きます、聞く。聞くんじゃないですか。あ、ちょっと見ないでみたいな感じ出されたらどうする。そしたら逆にどういう対応すればいいんですか。見ないでっていう対応します。見ないでって言われたらそもそもじゃあ抜かなければいいじゃないですか。そうですね、はいはい、天気の話から、天気の話からなんでやねん。さあ続いて道路交通情報いきましょう。高速道路はスムーズに流れています。一般道も今日は渋滞本当ないね。今日珍しいですね、はい、この時間でもスムーズに流れています。今日交通量が少ないですね。本当に珍しい。はい、ですね、コロナ情報をお伝えします。県内コロナが新規74人となりました。70人超えが104日ぶりということですね。新たに10代から、90代の男女74人が新型コロナウイルスに感染したと県が発表しました。宜野湾市は11人、宜野湾市も多いね。浦添も11人、沖縄市が7人、那覇はやっぱり20人、ちょっとダントツですね。はい、となっております。はい、以上です。まだまだ増えていきそうな感じもしますが、はい、対策しながら、ね、気をつけながら楽しんでいきましょう、はい、そうですね、楽しみたいですね。はい、はい、そんな FM 宜野湾の今外だから見える景色ですが、
なんかやっぱ8時台よりもちょっと明るくなって雲も少し少なくなった気がしますね。今日は水平線が綺麗に見えています、はい、そうだね、綺麗だね、はい、目の前の道路の工事も着々と進んでおります。すごい工事車両が入ってくるようになりましたね。いいね、うん、でもアスファルト固めてますもんね。そう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 、前まではもうまだなんていうんですか、地盤整えてるみたいな感じだったんですけど、うん、いよいよちゃんとした道になりそう。あれだからちゃんと道路になるんだね。はい、すごいですね。工事車両用の出入り口かなと思ってたんですけど、はい、あ、そう、私も最初そうだと思ったんですよね。まちづくりがこうそばで見れるっていうのはいいですね。そうですね、日々変わっていくこのなんか風景が面白いですね、うん、定点カメラで撮っときますか。はい、お願いしていいですか。はい、できたらこれやらないパターンですよね。そうですね目に収めておこうと思います。はい、何の話やねん以上、はい、お天気道路交通情報をお伝えしました。さあ、ここで1曲めいちゃんのリクエストかけます。メデオンでオールマイフレンド。タイムプラスって何？タイムラプス？タイムプラス？あの早送りみたいに。ああ、かっこいいよねあれ、はい、やってじゃあ今度。あ、今やっときます。ずっと、え、今この後20分、20分で何も変わらないんじゃないか毎日だからでしょ動きだけ。あ、すごいですね。どうつながっていくんですか。あ、いいですよ。あやさん、最初から聞いてたの？8時から聞いてたの？あ、ファンクラブ。ファンクラブがいる。ファンクラブ。素晴らしい。素晴らしい。そうだね、キャンが写真撮ってるはず。あ、確かに。キャンさんはあっち側撮ってますよね。空いてる iPhone がないわけよ。あ、そうですね。あ、そっか。古い 4S とかだったらあるんですけど、あれは多分このタイムプラスの機能はそもそもないかもしれない。うん、俺がじゃあ新しい iPhone 買ってこれいらなくなったらそうしようか。あ、でも今更かな。今更でもやってた方がいいはずやね。はい、ここに車が止まるような感じ、車が通るような感じ、うん、タイムラプスって言うんだ。え、これあるの？普通にありますよ。これ前一回なんか撮りましたよ。何だからなん、ハロウィンの飾り付けの時だった。あ、本当だ。これ何、ずっと通るの？もうずっとなんか例えば停電とかで置いてて、うん、でそしたら保存したら自動的にこの早送りになってます。ちょっとじゃあ今こっちやってみる。なんかある、はい、なんか変わります？こっちで。あ、タイムラプス実験動画実験動画後で何かあげよう。何分ぐらい撮るのかな。何分撮れますかね。あ、でも結構一応ギュッてなるので、ん、10分とか撮っても、10分とか撮っても結構短めの画像になる。まなみにちょっと端っこに入ってるからさ、はい、ちょっと動いてこう動いて喋ってたら動くんじゃないですか。そうだね。あ、そうですね。録音
タジオの風景がいいかなと思ったけど。どうなってる？早いと思います。本当だ、早い。やっぱり外がいいみたい。時刻は9時19分を回ったところでございます、はい、何も準備してない 今早速タイムラプス、はい、動画をやってますね。そうなんです、はい、この外の工事の状況を、はい、10分くらいですか、うん、やってみようね。やってみたらどんな感じで、まあ、この重機が動いてる動きが見れるでしょうね。はいはい、ということでさあ、はい、今日はですね、はい、空港というメールテーマでお送りしていますが、はい、メールがたくさん来てますね。そうですね。じゃあこの方読みます、はい、それ以上隠さなきゃいけないことが気になります。わら僕のかなあーなるほど、さっきの、はい、さっきの隠し事の話ですね。うん、まなみちゃん、山内さん、リスナーの皆さん、おはようございます。カープボーイです。今日もパンツコンビなんですね。そうです。パンツコンビっていうなんかもう名前ついちゃったんですか。はい。あら、テーマ空港。昔の那覇空港で屋上に上がるのにゲートみたいな、そうどうかわからないんだけど、 あれで出てくるのがくるくる回るやつがあって、あのゲートを通るのが好きだったです。空港で話せるのはそれぐらいでしょうかね。リクエスト中森明菜で北ウイング。さっきね、レイニーさんと一緒のリクエストです ね、うん、そうですね。やっぱ皆さん空港って言ったらこの歌、ね、思い出すんですかね。うん、うーん、はい、ゲートがあった、外確かにお金払った気がするな、はい、でもお金払ってた気がします ね、最初の頃というか、ね、でも最近ここ 1,2 年で行った時には多分もう払わず行けたよね。スーッと行けますよね。うん、うん、くるくる回るゲートっていうのは何でしょう。ちょっと覚えてないな。うん、でも皆さんやっぱり空港とか行ったらそういうなんか屋上だったり展望デッキって行くんですかね。行くんじゃない。うん、やっぱね、見たいですよね。うんうんうん、まあそうですね、はい。そしてカープボイスさん続けて、はい、トイレと間違ってタンスの引き出しを開けてするっていう人もの話もラジオでよく聞きますねということです。それより全然マシだよな。あ、それよりは全然いいですね。これタンスとかにかけちゃった時にはもう大変ですよね。大変よ、うんうん、でカップボーイさんが空港の到着発着の、はい、あのベスト10みたいなパタパタするやつ あれ欲しくて、はい、欲しいけども、うんうん、どっか扱ってるとこないですかね。あれなんですかね。あれ特注じゃない。でもあれいいですよね、うん、パタパタって変わるよね。パタ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 ってあれいいよね。空港の匂いも好きだしね僕は、はいはい、空港の匂い、匂いがあるんですよ、独特の匂い、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてどうぞ。はい、続いてはじゃあ武蔵さんでしょうか。うん、何でもいいよ。何でもいいですか、はい、はい、武蔵さんのメールですね、はい、スッピーちゃんのピンチヒッターのまなみんさん、山内さん、生放送お疲れ様です、はい、ラジオネーム武蔵です。武蔵さん
はい、うん、本日のテーマはおもらしじゃないおもらしじゃないよ。もとい空港、はい、一昨年の12月に山梨県東京都に生まれて初めて一人旅に出かけてきたんだけど、はいはい、那覇空港より比べ物にならないくらい羽田空港の人の出入りの多さにはびっくりしました。羽田はね、羽田はもうすごいですよね。すごいよね。そしてあと空港のテナントのお土産物屋さんは魅力的ですね。モナミンさん、山内さん、本日のメッセージテーマ、空港にまつわるエピソードあれば教えてくださいと。なるほど、初めての一人旅だったんですね。一人旅ある？あ、私一人旅めっちゃありますよ。めっちゃあるの？はい、旅行で行くんだよ。はい、旅行で行きますよね。仕事とかじゃないよ。仕事じゃなくて旅行ですよね。うん、はい、そこで誰かと会うとかでもないよ。はい、まあ誰かに会うパターンもあるけど、もうもろもうずっと一人のやつもありますよ。あるんだ。はい、うん、どこ行ったの？広島。えなぜまた広島？なんであの時広島行ったんだろう。あ、ライブがあったんですよね。どうしても行きたいライブがあって。なるほどね。でその時に初めてライブ一人で行ったのかな、うん、かなんかで、で行って広島で、せっかく広島に行ったんだしと思って、うん、宮島でしたっけ、なんか、あ、違う、なんとか宮の島、因島、はい、はい、はいはいはい、もう行きました。厳島神社、厳島か、はい、があるところ。宮島じゃないですか。宮島でしたっけ、うん、もう行きました、はい、一人で鹿に会いに行きましたね、はい、して一人で鹿と遊んでた。一人で鹿と、まあ、鹿はさらっとあ、さらっとしてたんだ。さらっとしてとか、はい、あと、うん、結構行きましたね。すごいね、はい、やっぱライブで行くからかな。ライブで行くから、ちゃんと目的があるもんね。はい、東京はもう何回か一人で観光で行ってます。はい、観光で。どこ行ったの？東京行った。東京はあれ何、あ、スヌーピーもありますし、うん、そうですね、スヌーピーと、あとは一回なんかちょっと就活っぽいので行って、うん、その帰りにちょっと一人でプラッとして帰るとか。あ、それはもう違います。それは違いますよね、はい、うん、スヌーピーかな。じゃあスヌーピーで働いてたのに、はい、スヌーピーで働いてる前にとか、スヌーピーで働いた後にとか、はい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 、ですね、行きましたね。うん、一人旅今年は行きたかったけどちょっと無理だな。来年は絶対一人旅行きたいな、はい、うん。どこに行きたいとかありますか？一人、田舎の方に行きたい。うん、東京はもうね、はい、わかるじゃん。うん、まあ東京も一人で行ったら楽しいかもしれないですよ。いやー、一人で、まあ、目的が、そうそう、仕事とかではあるんだけど、はい、東京も、はい、やっぱ観光ってなると、うーん、どこ行くよどこ行くよあっちぐらいでしょ、なんと、あそこ、うん、あそこ、あそこ、何ですか？雷門があるところ。あ、浅草。浅草ぐらいじゃない、はいえ、そこだけですか？なんか、お台場とか行ったけど別になんか、まあ、浅草だけでも楽しめると思いますよ。うん、とか歌舞伎とか見に行ったらいいんじゃないですか？わかんないよ歌舞伎築地とか。あ、築地はちょっと場所が変わっちゃったから。そうだね、でも築地もいいね、はい、うん、金沢とかいいですね。金沢、あ、金沢は最近ちょっと人気ですね。京都即答、いや京都はもう入ってはいるんですよ。来年の秋口あたりに京都行きたいね、一人でフラット。一人旅、うん、いいですね。さあ皆さん、まだまだメール、はい、コメントお待ちしております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。それでは CM です。あ、ピーチで、あ、そう、北海道ピーチで行けるんですよね、直行。あ、北海道もいいね。北海道行きたいんですよね。北海道行く？北海道行きたいですね。一緒に行く？なんで一緒に行くんですか？なんで？なんすか、なんで？一緒に旅行しますか？しない。一人で行きます。でも一人で一回行こうとしたんですよ、北海道、うん、そしたらなんか大雪かなんかで飛行機が欠航になっちゃってそうなんだ、はい、あ、水垂れてきましたね。
早いね。ちょっとすごいタイミングで止めよっか、まなみ。はい、そう、まなみにはねよく断られてるんで、慣れてますもん。あ、一人で行ったんですね、みやさん。北海道一人で行ったら、でも不安でしょうがないな。一人で行って何しようかなって一応考えはしたんですけど、雪まつりの時期に行きたいなと思って。あ、でも誰かいた方がでもやっぱ楽しそうだなと思って、雪まつりとかは。ええ、なんでですか。ええええあ、そういうことさっき俺の誘いを断って一人で行かないっていう話は何ですかちょっと考えたんですよ、一人ででしょ、まだ北海道一人で、一人よりはまだおじさんがいた方がいいってことですか。いた方が楽しいと思うよ。友達じゃダメですか友達はもう慣れっこでしょあおじさんとかいいよ。おじさん無害です。モーニングエイト、モーニングエイト、どうでもエイト選手権。今日早いですね。いや、そうでもないですよ。あ、そうでもないですか。うん、だいたい帝国です。帝国、はい、やってきましたね、どうでもエイト選手権やってきましたね。はい、マナミンの今日の点数はスピーナに入ります。はい、ちなみに、はい、今週はですね、マヨの代わりの、あ、マヨの代わりスピーナだっけ、はい、あれ先週か、はい、今週はマヨが9点。あー、すごい、すごいね。そしてあ、そっか、そうか、私火曜日だ。そう、 7.7、はい、まなみんは、うん、7.7 かあかりんに 7.7 をつけました。はい、はい、そして昨日じゃない、おとといのスピーナリカパンについた点数は6点。リカパンにしてみればとても高い方です。6点というのは、うん、そして昨日のおゆきちゃんが 6.97、 はい、うん、6.97、 中途半端ですね。 おゆきちゃんはどっちかに行きたいというタイプですけど上か下か、そう、もう今真ん中そう、今ね、掃除って真ん中なんだよね、はい、あー、かもなく、かもなしっていう、ね、じゃあ、まあトップはマヨさんの9点が、今週はトップ、はい、9点はなかなかちょっと超えられなさそうだね。これ平均で9ってことですもんね。すごいですよね。すごいよね、相当。10点がめっちゃいっぱいあるからね。あー、すごいな。皆さん、マヨに引きすぎじゃないかな、はい、今週のに関してはもしかしたらちょっと根塚が入ってそうな気がしますね。でもそれはもう、それはでもどうでもエイトじゃなくないですか。いや、もうしょうがない。まあでも仕方ないんですか。仕方ない。じゃあ最近はちょっとそういう審査も入ってきてると。そうですね、それはゆきちゃんが最近審査が違ってきてるっていう、あ、なるほど、気持ちもわかります、うん、でももうこれはしょうがない、はい、審査も、まあ、私は実力でじゃあ頑張っていきましょう。そうですね、はい、審査も皆さんに任せてるのでね委ねてるので、委ねてるので、はい、では行きたいと思います。まなみんのどうでもエイト選手権スタートです。今朝起きたら母がゴエクエーショーさんのツイッターでめっちゃハマってて、なので私もゴエクエーショーさんのツイッターフォローしました。おほーおほはい、どうでもいいな、本当にどうでもいいですよね、うん、これ基本的な、どうでもいい話ですね、はい、ですよねはい、そう、なんか五役栄翔さんが、これちょっと説明していいですか、ね、はい、五役栄翔さんが、うん、なんか浦添市のなんか最近キャラクターで手だこっていうのがいるんですよ、はいはいはい、手だことなんかコラボしたみたいな天才かまさに俺もね、あ、よかった、今日のやつちょっと不発かなって。いや、どうでもいいですもん、もう真のどうでもいいですか。これ事務所で聞いてたら、そう、これ、うん、よかった、じゃあこっちで行って、あ、よかった、よかったねってしか言えない、うん、
そう、あの最初来てから今日、はいはいはい、山内さんに話そうか迷ったんですよ。はい、僕の電話がめっちゃ鳴ってる。はい、だなので最初山内さんに普通に話そうか迷って、はい、あでもどうせだったらもうこれどうでもエイト選手権にしようかなと思って考えたんですよ、うんうん、そうですね、僕に話したら僕はもう多分朝忙しいからあ、オッケーオッケーって言ったはずで、はい、よかったです。じゃあ今言って皆さんがすごい反応してくれて拍手までくれたからあ、マヨ話術だった。あうまくなってるんだ。なんかマヨさんも最初迷ってなんかなんだろう、どうでもいい話ってどういう感じっていう感じだったじゃないですか。でも確かにマヨもどうでもいい話得意かもしれん。マヨさんのやつなんかこの前聞きましたけど、うん、結構どうでもいい話してましたよね。まあまあ、私が人に言うのもそうだね。そうだね。今日のご育英賞フォローしましたもん、はい、別に、はい、一応フォローして、うん、なんならさっきリツイートもしました、うん、すごいな、はい、どうでもいいよね。後で見てみてください、リツイートしたこのご育英賞さんの記事いいですいいですか。いいです。じゃあ僕は8点あげましょう、はい、おー8ですか、はい、うん、宮さんからまなみんのは返答に困るくらいのぶっこんでくるから天才。そうこれね、キャンチはね絶えずこれですからね、はい、キャンさんキャンさん、あの忘年会で登場してもらいましょう。あそうだね、どうでもエイト選手権、どうでもエイト選手権でね、神君臨で、神君臨で、はい、やってもらいました、はい、さあ面白かったですね。よかった、よかったです、はい、よかったです。また続いていきたいと思います。はい、とどめつ選手権でしてございました。ここで一曲お届けします。カプセルでポータブル空港。これいいよ、空港って感じ。すごいでしょ。でもキャンさんのに関しては私も困りますからね。テダコってすごいな、この子。テダコすごいじゃないですか。うん、で、ウラスエって一応、ウラちゃんっていうキャラクターがもともといるんですよ。うん、でもテダコの存在感がちょっとすごすぎて、ウラちゃんがちょっと隠れ気味なんですよね。このツイートの何がいいの？これ良くないですか？なんかあの、なんていうかな、母がつぼったのは、うん、なんかこの、ご育英賞さんのこの喋り口調、なんか、うん、もっとメイク濃くした方がいいよ、みたいな、うん、つぼって、で、実際写真見てみたら、うん、あ、確かに、ご育英賞風メイクをしてるけど、この手だこが。うん、手だこ、もともと眉毛濃いから、あんま変化した感じはしないんですよ。意味が分かんない。すごい、まなみ。いくよ。はい、さあ、お送りしているカプセルポータブル空港に乗せて、まなみの結果発表いきましょう。はい、なんと 9.5 点。おお、すごい。
これスピーナに行くっていうのがな、なんかやだな。あよかった、じゃあスピーナさんのために一応一役変えたですね、うん、9.5 って相当だからね、はい、9.5 すごいですね、ほぼすごい、あでも自己新記録かもしれないですね。そうだね、うん、今まで 9.5 は2位ぐらいじゃないか、トータルで見ても。お 9.7 が1回誰かがいたんですか、すごい 9.7 か、うん、皆さんありがとうございます。これはありがとうございますって言っていいのかな、どうでもいいってことですよね、要は。そうだね、もうマナミの今の話はもう全くどうでもよかったってことですからね、はい、そうですね。あでもぜひあのごえくえしょうさんのツイッターか、もしくはあの私がのツイッター見ていただければリツイートしたのがあるので手だこを見てほしいです。手だこは確かにいいと思うんですけど、はいはい、別にこのごえくえしょうさんのこの、うん、なんていうのかな、ツイートも、はい、ツイートも正直、うん、7点ぐらいですどうでもいい、ね、私的には面白かったんですけどまあまあぜひ見てみてください。山内さんもフォローしてください。じゃあごゆっくりしようさん、はい、じゃあ FM ギナンでやりましょうか。そうですね、はい、わかりました、はい、こんな感じになるね、はいはいこんな感じになるよね、はい、だからね、あと3回しかないです。ああ、そうなんですか。時刻は9時40分を回っております。モーニングエイト、本日は代打コンビでお届けしております。はい、ですね、メールたくさん来てます、はい、ありがたいね。ありがたいですね、やっぱ空港ネタいいですね。いいんですね、はい、空港でお送りしておりますが、うん、はい、この方来ております。まなみんおはよう、やまちんおはよう、エコザイルですよね、はい、ですよね知らんがな聞き返しましたね、ついに自問自答はい、はい、面白いですけどテーマ空港、思うけど空港と近くの駐車料金高い、うん、高すぎる。都に帰るときはだいたい2泊3日が多いけど、駐車料金だけで 4,5 千円かかる。だけど裏西駅ができてから助かった。裏西駅の駐車場に停めてからユイレールで空港まで、ユイレール料金合わせても1000円近くは浮くわけよ、うんうんうん、俺みたいな貧乏人には助かるさ。あと空港のデッキから飛行機の離着陸見てるとなんか知らんけど和む。なんでかねー、マナミン教えてじゃあとカレーやってこと。なんでですかね、なんで和むんですかね。飛行機の離着陸でも見てると癒されますよね。うーん、不思議だね、はい、なんかぼーっとこう、ぼーっとできますよね、うん、あのぼーっと見れる感じがいいんですかね、空港、うん、あこの離着陸、うん、なのかなと思う、かもしれない、うん、まあ、だから背中島とかでもね、はい、あーですよね、ぼーっとできますからね、はい、うんうんうん、背中島に、はい、行きたいな、背中島に行きたいですか、はい、おドライブ今日のドライブあ行く今日あれですね、お誘いが多いですね、なんかね、はい、ドライブに行きたい気分だからですか。うーん、今日はそんなモードなんじゃない、うん、あ今日はそういう気分、はい、確かにもう今日本当に天気いいですもんね。なんか私この後ドライブ行っていいですか。じゃあなんかさ、はい、ダメに決まったらなんかさ、はい、なんかほらパンツ話を禁止されたじゃないですか、はい、で最近僕はマナミンにはい、しょっちゅうセクハラしてるっていうあれで、はいはい、じゃあもう次のこのなんていうの、もう全部ダメってなってる中、はい、じゃあ何でいじれるのって言ったら、はい、もう誘いネタしかないんですよ。はあ、
ちょっと考えとくけど、いじらなければいいんじゃないですか。いやーどうかなうーん、知らないでおく。はい面白いかな。面白さがなくなりますかね。どうかな、なんかふわふわしそうじゃない。ふわふわ、あーそうですね。ちょっとじゃあなんかこの山内さんがいじってきたのに対して、うん、私が冷静に対処してるのが面白いっていう前意見、ご意見をいただいたんですよ。そうだよね。これのこのスタンスでいいのかなと思ってって思いました。はい、じゃあ次メールいきましょうはい、まだ読める、はい、次、はい、いけます。さとぼうさん、さとぼうさんですね、ありがとうございます、はい、おはようございます。ラジオネームさとぼうです。空港、子供の頃父親が貿易関係の会社に勤務していたこともあって、よく羽田空港に連れて行ってもらいました、うん、パイロットや客室乗務員の方々たくさんいて、しかも今のように厳重な警備もなかったのでとても楽しい場所でした、うんうんうん、デッキで出張に出る父親の会社の課の人がタラップを登って登場するのを見たり、おすごい、ジェットエンジンのも強烈な爆音に見せられました。うーん、当時はこれ美欲の塗装に興味があり、お気に入りはルフトハンザ、帰りにルフトハンザのハンカチを買ってもらいましたが、デッキから見るコックピットのクルーの皆さんを見て、この仕事やってみたいなと。管制塔にも興味がありましたが、私にとっての最初の憧れの仕事の出会い場は空港でした。今は昔のお話です。いつなんだと突っ込まないでくださいってそして追伸、どうやらスカイマークさん悲願の顧客満足1位に日本一になったみたいですね。おすごい。それから昨日は番組のご案内ありがとうございましたと。そう、昨日も言ったんですけど、そう、あのスカイマークさんは、はい、あのずっと定時運行率ナンバーワンを3年連続くらいやってて、であとはじゃあこの顧客満足度日本一ですねっていうのを言ってたんですよ、会長の佐山さんが、うんうん、そしたらついに取って、すごいね。すごいですよね。スカイマークどうですか、利用してますか。いやもう飛行機自体今年は、あ、そうか、飛行機、うん、今年は1回も乗ってないな。今年は乗ってないですね、うん、わあ、そうだ、今年1回も乗ってないし、空港も1回も行ってないね。うん、うん、行ったの。空港行きました。何してる。なんか結構送り迎えとかがあって行ったのと、はい、あと多分1回くらいは多分フラッと行きましたよね。行きましたよねって言われても分からないですけど何かしに何をしに行ったんですか、ね、フラッと遊びに、今年の初めとかかなに多分行きましたね。フラッと遊びに行って何をするんですか。空港はフラッと遊びにも行ける場所ですよ。何をするんですか。歩くいや羽田とかだったら分かるけどさ、はい、那覇空港で。那覇空港もでも楽しいですよ。なんかあ、こんなお店ができてるんだって見るだけでも楽しいですよ。あとはやっぱその展望デッキに行って飛行機見てですね。サンドイッチどこで食べるの。サンドイッチは食べないです。食べないのあ、一回あ待合室のあれは食べました。あっちのソファーが並んでるとこで食べたら椅子が並んでるとこ。ああ、そうですね。ちょっと観光客になりきってこれから旅行行きますよみたいな感じで。行きますよみたいにして。あ、そうですね。うどんは食べましたよ。それお店ででしょあ、でもなんて言うんですか、あっちうどんなんかフードコートみたいなとこでしょ、はい、じゃあそこじゃないですよ。やっぱりそこじゃなくて、つわものは、あ、つわものはそのソファーに座る。はい、あ、そこでソファーに座って携帯はいじりましたけどサンドイッチ食べるのがもうつわものですね。つわものですね。じゃあ今度ちょっとそれやってみたいと思います。本当のつわものは、はい、本当のつわものはソファーじゃなくて地面に、はい、どういうことですか。これブルーシートとか敷いて、はいはい、サンドイッチ食べ出すっていうそれ空港にもなかなかいなくないですか。だからつわものなんです。あ、だからつわものなんですね、はい、おー、なるほど。もうピクニックですよ。空港でピクニック。空港ピクニック。それはちょっとさすがに。じゃあ送迎デッキでやりましょう。送迎、展望デッキ？展望デッキで。展望デッキで
サンドイッチ食べるまではできます。敷いてから。敷くのはちょっと。ハンカチ敷いていいですか、じゃあ。あ、いいよいいよ。ハンカチ敷いて座ってやろうか。地面に座るんだよ。地面に座る。友達一人誰か連れて行っていいですか。ダメです、一人です。一人ですか、はい。あ、一人はちょっと厳しいですね。友達二人でも厳しいと思うよ。うん、確かに。恥ずかしいです、はい。ちょっとじゃあその状況を見てから。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きます。続いて沖縄大好きさん、モーニングネーム沖縄大好き。美人のまなみんさん、我らの山内さん、おはようございます。お仕事休みで聞いています。メッセージテーマ、先行高校。よし、先行高校をじゃんけんで決めようぜ。じゃんけん。え、テーマ違う。何じゃんけんしようとしてるわけ。突っ込んでますね。テーマ空港。那覇空港とか思い出の場所ですね。空港ということで、子供の頃は家族で那覇空港に行き、飛行機は乗らずとも飛行機が飛んでいる様子を見に行ったりしたりしてましたね。那覇空港だと沖縄ならではのお土産があるので、観光客も地元の人も楽しめますね。過去に専門学校を卒業し、離島に帰る同期を見送りに空港に行き、出発前にオリオンビールを飲んでから帰っていったのを覚えています。あとは羽田空港の出発ロビーに行き、保安検査場を通過したら中にもお土産屋さんたくさんある。うん、うん、確かに。特に覚えているのがカツサンド。帰り際に食べていましたが美味しかったです。他にも搭乗口前のロビーで待機しているとテレビで行き先の都道府県のローカル CM が流れていることがあり、沖縄なら沖縄の CM が流れ、お菓子御殿さんの CM も流れてましたよということです。あー、確かに。なんかその行き先の何かがあったりしますよね、うん。あー、やっぱあの僕東京行った時の、はい、この羽田降りてモノレール行くじゃないですか、うん。で浜松町行った時のとか、はい、あとそうだ、空港の大きいこのポスターというか、はい、空このあれが好きなんですよ。はい、空港にあるじゃないですか、この搭乗なんていうの、歩く時とか歩く時、飛行機降りて歩く間とか、はい、あ、はいはいはい、なんか温泉とか、あ、なんか観光地の、観光地の大きいの、あれが好きなんですよね。結構あれいいですね。なんか東京来たなって感じがして、はい、素敵。ああいうのいいですよね、ワクワクしますよね。ワクワクする。そう、空港のあのワクワク感がたまらなくて、そう、ワクワクしちゃう、ワクワクしちゃう。いいじゃないですか、もう空港。はい、一人で行かないですけど、その気分を。一人で行ってみてください。行くのは簡単よ。行くのはまあ簡単ですけど、それを楽しめるかどうかですよね。そう、だからおじさんの一人やってみたシリーズをまたそろそろやりたいんですけど、はいはい、ね、はい、空港なんつうのはもう簡単ですよ。空港でじゃああれやってください。あの何？さっきのピクニック。いやいや、一人でピクニックも無理だよ今。あ、やってほしいですね。一人でピクニックシリーズ。おじさんの、はい、おじさんの一人でピクニックシリーズ、パチパチパチみたいな、やるか、じゃあ日曜日。はい、やってみてください。日曜日やるか、どこでやるかな、宜野湾でやるか、楽しみですね。うん、で、あ、背中でやって飛行機見たらいいんじゃないですか。あっちでもさ、なんか、うん、カップル多いから嫌じゃん。私カップルいてももう普通に一人で座ってますけど。どこに？あ、背中とかだったらあのベンチに。あ、背中のさすがにあの建物側には行かないですよ。あ、はい、背中の海側の広場があるじゃないですか、芝生みたいな、うんうん、あっちに結構ベンチがポンポンポンってあって。あったっけ？あるんですよ。車がよく通るとこでしょ。車がよく通るとこの反対側っていうんですか。なんかさ、展望台もあるよ、知ってる？今、うん、背中あるんですか、うん、あそこに一人でピクニック行こうかね、はい、しかますぐらいやばくない？いいじゃないですか、そういう過ごし方するおじさんもいるかもしれないですよ。なんか家族連れの中にだけは行きたくないわ、うん、カップルはいいとしても。家族がトイレに行ってる体で。いや、無理でしょ。さあ続いてこの方、はい、旅に出たいね、タイトル。
まなみん、まなみん山内さん、皆さんおはようございます。15番目の男ですよ、チンチロリン。おお、ありがとうございます。テーマ空港。用事もないのに行ってた時期があったな。おお、仲間だ。いろんな人がいて、いろんなものがあって、わからないけど楽しかったな。用事がないからキョロキョロウロウロするさ。自然と声かけられるよ、警備員に旅の人にも、お迎え、お見送りでもないなのに空港って不審者だったんだろうね。大根役者に芝居は無理だから、変な穴って帰ったことあったな。皆さんも気をつけてよ、安心。またほら、絶対こんなになりますよ俺。キョロキョロ、キョロキョロしたからじゃないですか。キョロキョロするさ。でもしないの。もう、まあ、普通にこのなんて言うんですか、もう 旅人気分でキョロキョロする感じです。ああ、ちょっと旅人になりきるんだ。はい、旅人になりきるっていうか、うん、はい、私は旅行に来ました。あれはどうすればいいじゃん、一人ピクニックは。あ、一人ピクニックは変質者と思われないための極意を。一人ピクニックは別に一人ピクニックでよくないですか。もうピクニックしに来ましたおじさんが、はい、じゃ あ例えばサンドイッチ持ってたら、うん、このサンドイッチを食べに来ましたみたいな、このでよくないですか。あ、仕組むのをやってから。はい、わかったそうしてみます、はい、本当にやりますか。やります。お、まあ、まずはちょっと簡単な一人カラオケとかから挑戦はしていきますけど、はい、おじさんの一人でやってみた。はい、この前だからミスド行っても変なでしたよ。はい、ミスド行けたんだったらピクニックできると思いますよ。いやいや、ミスドは余裕でしょ一人じゃ何がありますか。一人スタバやってください。スタバは全然余裕だ。スタバの店内ですよ。うんうん、うん、だ、店内にいるおじさんいっぱいいるじゃん。あ、まあ確かに。そうそうそう、はい、やっぱおじさんがいない場所がね、変ななんですよ、うん、だからミスドはね、変なだったミスドおじさんいないです。いない、女の子とさ。そうなんだ。若い子しか店内ね、はい、うんうん、いないわけよ、はい、あと女性と、あの、はい、お母さんと娘みたいな、うん、主婦とか。そうそうそう、なるほど。はい、はい、ということで、さあ空港でしたが、まなみんの空港語れなかったね。はい、あ、じゃあ また後ほど。そうだね、パート2やろっか。そうですね、はい、はい、空港の思い出たくさんあるので、はい、はい、今日はありがとうございました。空港、おかげでなんかもう空港に行きたくなりました。行っか、空港行っていいですか。行っか一人でなんでやねん、いいじゃんはい、まあまあこの後リューティーラジオでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しかったね。もうあっという間だな。なんか今日あんまりコメントが読めなかった。だからね、すいません皆さん。しかも YouTube もおはようございます。つけるの忘れて半分から追加してあげるか。